シュナイダー M1913-105mm カノン砲。シュナイダー M1913-105mm カノン砲とは、フランスのシュナイダー社が設計開発した合計 105mm のカノン砲である。ヨーロッパ各国において、第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて使用された。1900年代に、フランスの軍需産業であるシュナイダー社は、 ロシア帝国からの発注に基づいて M1910-107mm カノン砲を開発した。シュナイダー社はこの M1910 カノン砲をもとにフランス陸軍正式の 105mm 砲弾を使用する新型カノン砲を開発し、シュナイダー M1913-105mm カノン砲として正式採用された。 ポーランド製の WZ29105mm カノン砲当初フランス陸軍は M189775mm 野砲を主力としていたため M1913 にさほど興味を示さなかったが第一次世界大戦において西部戦線が残豪戦に移行すると 75mm 野砲程度ではドイツ軍の残豪構築物に まともな損傷を与えられなかったので、その他の 155mm 砲とともに多数が前線に送り込まれた。戦後、M1913 カノン砲はイタリア、ベルギー、ポーランド、ユーゴスラビアなどに輸出された。ポーランドでは M1913 の砲がを開脚式にした改良型の WZ29105mm カノン砲が製造されている。 第二次世界大戦においては、上記の国々から多数が、ナチスドイツに露獲され、大西洋の壁に配備されて、沿岸の防備を固めた。ありがとうございます。